はようございます。ラスカラでございます。本日はですね、こちらのミートボールとチキンハンバーグに、こちらのハンバーグもちょっとね、石井食品さんからいただきまして、皆さんもね、この辺りは絶対にスーパーとかで見たことあると思うんですけど、今回はこの商品を使ってアレンジ調理しながらいただいていきます。でね、何を作ろうかって考えた時に、このミートボールとかハンバーグってやっぱりお弁当のイメージとか、まあ、あのお子さんのね、おかずみたいな感じのイメージが強いと思うので、大きいね、オムライスのワンプレートを今日は作っていこうと考えております。ということで早速調理に移っていきます。今回使っていくね、ミートボールとかハンバーグはこんなラインナップでございます。この3種ともね、まあ電子レンジでも温められるんですけど、湯煎調理もできますんで、今回は湯煎でまとめて温めていきます。はいはい、えいえいえいせい、あ、飛んだし、ちょっとお水が少ない。そしたらよいしょ、はい、火にかけてと、今回オムライスを作っていくので欠かせない生卵を割っていきます。はい、やったー、やったー、よいしょ、こんなもんかな。そしたらチキンライスの工程なんですが、今日は、冷食で楽させていただきます。こちらも今回はフライパンでね、温めていきます。ではご飯をインはい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 、この量大変これよっしゃ、こんなもんかな。まずお皿に持ってと、これをこんなもんかな、こんなもんよし、バターをよっと、卵をちょっと、ちょっとこれぐらい、あっこれぐらい、よし、こんなもんか、こんなもん、よし、はあ、ちょっとねアレンジ取れてませんでした今盛り付け最中でございまして、ハンバーグとミートボールを盛り付けております。こっち側にさっと持って、ちょっと今日いろいろとフルーツを買ってきたので、はい、マンゴー散らせてあげて、バナナ乗らないけど、はい、バナナギュッとした、よし、で最後にこれトマトで、最後にケチャップと、よし、最後じゃなかったこのフルーツの方にちょっとヨーグルトで、最後に無糖なので蜂蜜をかけて、はい、これで大人のお子様ランチ完成でございます。ということで向こうの方で食べていきたいと思います。はい、ということでね、今こんな感じで完成しましたで残ったソースはね、ここ持ってきてあるんで、後掛けしてね食べていきます。じゃあそれではいただきます。まずはもうこのミートボールから、懐かしい、ミートボールさんでございます。懐かしい、うまい、懐かしいな。なんか続いてこちらのチキンハンバーグでございます。よいしょ、いいな、この甘じょっぱいタレが。そしたらちょっとね、こっちのハンバーグは僕初めてなんですけど、よいしょ、
柔らかっ、めちゃめちゃジューシー、うん、全部おいしいな。ちょっとオムライスも食べてこ、手前からでごめんね。うん、いいわ、オムライスいい。うん、これにミートボールと。うまっ。うわ、なんかいいな、大人になってからのさ、お子様ランチみたいな感じ、なんかすごい嬉しくなんない？めっちゃ今テンション上がってんだよね。ちょっとこれミートボールのソースもオムライスにかけて、あ、これ絶対うまいやつやん。これさ、もうソースがさ、もうしっかり味付いてるから、こうやってオムライスとか作ると、そのオムライス用の、まあ、デミソースとかそういったものを作らなくてもこれで十分。めっちゃ合う。めちゃめちゃ合う。でももうオムライス半分ぐらいないんですけど、カメラ越しだと全然わかんないね、こっち側から食べたら。でちょっとフルーツを、うん、でねやね。うん、うまっ。でもこれ昔さ、ミートボールお弁当よく入ったけどさ、多分一袋入ってないんだよね、家族で分け与えられてるから、一人さ3個とか5個ぐらいしか入ってなくて、もう足んないなーと思ったんですけど、今日ね4袋やってももっと食べれる。うまっ、うん、このハンバーグ肉厚でうまっ。いいこれ、うん、どこせた、ケチャップかかってない部分にこのソースを、うん、ま、このチキンハンバーグのソースが別物ではあるんですけど、ちょっとね甘めのドミグラスソースみたいな風味がね、するんで、オムライスにはめっちゃ合う。うん、今日はね、大人のお子様ランチなんで、これで。はい、これは多分ね、和風なんですけど、かけてみよう。よ、
ケチャップライスとではない。ただこの和風みたいな味付けにして、これをね、あんみたいな感じで、まあ、トロトロにさしてかけたらめっちゃうまいと思う。マンゴーちゃんも。あんま。ケチャップ追加で、いい音、いい音。今ご飯の方は全部食べ終わったんで、あとデザートだけですね。ということで今すべて食べ終わりました。ごちそうさまでした。はい、ということで今石井食品さんのねミートボールとハンバーグを使った大人のランチセット完食いたしました。まあ、これはね僕の勝手な固定概念だったんですけど、やっぱりね子供の頃お弁当とかに入ってることが多かったので、どうしてもあの外出をしてお弁当を持っていく際に使う商品って勝手に思ってたんですけど、こうやってね改めてお家で食べてみると、普段のご飯の一品としてもねもちろんしっかり楽しめるぐらいね美味しい商品ばかりでしたので、ぜひ皆さんもお弁当だけではなくちょっとしたおかずの一品とかに付け加えてみてはいかがでしょうか。いや良かったでございます。それでは本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。